T 先輩です。ノクターン。T 子だよ、ノクターン。いよいよステージ7まで来れました。ここが実質ラストステージだよね。そうなんですよね。ステージ8はボス戦だけですし。ライフ20人で初めて今が11人。ってことは。もしかしていけちゃうの?とか一瞬私も思いましたが、後半ステージでごっそり減らしているので、これでも安心はできないというのが正直なところです。ここまで来たらクリアしたい気持ちはありますが、一応ゲームオーバーになるまで、ということで遊んでます。そうだったね。果たしてこの11人でクリアできるのか、それとも途中で終わってしまうのか、お楽しみください。意外にすぐ終わったりして。それはそれで面白いですけどね。使える仲間がいない。とか口が裂けても言えないけど。ほぼ言ったし。敵との位置関係で全員が当てづらいとかよくあるんですよ。だいたいみんなリーチは同じくらいだし。そうなんだよね。むしろここの方が当てやすくて楽。いいね。ここは間違いなく散るのが強いね。ずっと当たりますから。ずっと当たらなかった。いけそうに見えてもいけないんですよね。巨大な木が生えてるから余計そういう箇所があるね。やばい。という時にある肉が一番うまい。空気が最大の調味料的な。あれって本当ですよね。正しくは満腹は最悪の調味料とも言えそうですけども。逆に言うとね。満腹だと何を食べてもうまくないですから。というか食べたくないですから。正確にはね。空腹の時は何を食べてもうまいですけど。だからこそ最高に美味しいものを食べたいですよね。そういう時こそね。お袋の味、高級な外食、苦労して自炊。自分なりの最高の食事はあると思いますけど、中途半端に空腹を紛らわせたくないという思いもあります。まあわかるよ。なのでお腹が空いてくる食事前にはなるべく完食しないようにしてます。たまに我慢できないっておにぎりとかお菓子をつまむ人がいますが、私も、と手が伸びそうになるのをずっとこらえてます。そうなんだ。ちょっとしたこだわりですね。まあそれで食べるのはカップラーメンだったりする時もあって面白いですけど。それでも美味しいんでしょ?もちろんそうなのです。いつもより美味しいんですよこれが。なのでやっぱり空腹は最高のスパイスなんです。あれ、さっきとちょっと変わりました。ちょっとね。まあ別に意味は同じだから伝わるけど。さて、ご覧の通りここには回復が多く置いてあるからなんとか進んでますが。やはりきついステージですね。これ回復がなかったらもう一人二人減らしているところだね。助かってます。うまい。今のは神回避でしたね。自画自賛ですけど。下よりも上にいる方が倒しやすいかな。まあそうだね、ジャンプできるし。当然だったか。なぜ?ジャンプした先にいると邪魔になるかなと思って、倒せそうなら先に倒しておきました。そのまま飛んでいけましたがこんな敵がいますしね。正直この敵が一番強くない?ほんとですね。体力も多いしとんでもないリーチで迫ってくるし、強敵です。そんな時にここからウネが出てくるのは確かに邪魔になるか。でしょ?当て方が悪いとほとんど当たらないな。
あまり行くと弓に邪魔されるから、なるべく引きつけたいです。よし、なるべく全開を保ちたいですね。回復してもすぐに減らされちゃうね。ほんと厳しいステージです。ここは左右交互に登場するので、そうやって攻撃すれば一人ずつ倒せます。右の人が次は左に出るってことね。そういうこと。ふう。あの奥は回復だったかな。まあ一応倒して取りましょうか。ここで全回復してたら無視してもいいかもね。はい。ただこの先でダメージを受けることを考えると、これは壊さなくても敵は倒しておいた方がいいでしょうね。そうすればこんな強敵を相手しても安心です。そうか、戦いながら交代すると植物と挟まれるのね。はい、それが最悪なパターンです。つまらないぞ。まあ多少ゴリ押しでもこの辺は回復が多いからね。それでなんとかなると信じましょう。とはいうもののまずいな。ほんとこれだけあっても足りないんだね。私が上手くないとはいえ難しいな。よっしゃー、これくらいあると安心する。なるべく維持したいですよね。もう？お、でももうすぐじゃない？ここを登ればボスだったかな。来たー。蝶々を操るんだったね。これがまた触れるだけでダメージなのにずっと落ちてきます。遠くからも攻撃してくるし、避けるのだけで精一杯だね。というか避けきれません。えい、大丈夫、死した子ですら気づきはしないわ。勝てないことには気づいたかも。頑張って。声優さんが月下にも出ていた方だから感激する一方、この強さは勘弁ですね。さすがね。あ、大丈夫、死した子ですら気づきはしないわ。もうあの状況から生き延びるのは不可能では。飛行中は動きが遅くなるしね。無敵がないからどう避ければいいんだ。ひらひらと舞いなさい、花のように散りなさい。距離を取るのが唯一安全な方法かな。それも赤い蝶が落ちてきてない場合ですからね。やっと半分減らせた。えっ、くぅ、はっ、ひらひらと舞いなさい。手のひらで転がされてます。花のように散りなさい。あれ、これか。オフだね。そうか、正解はこれだったか。
思議なもので鞭よりもだいぶ楽に攻撃できます。ひらひらと舞いなさい。回避は離れていればいいね。花のように散りなさい。今度こそ、やったー。お札は一発が弱いからあまり使い勝手が良くないと思ってたけど、逆にこれが光る場面というのもあるんだな。めっちゃ楽になったよね。ということは戦い方によるってことだ。さてついに来ました、ラスボス。当然ネタバレ注意です。あと確実に覚えている1アップがここ。大事ね。これで残り8人か。ここまで来たならクリアしたいけど、いけるかな。なんとも言えない微妙なラインね。あっさり勝てることもあるかもしれないけど。どうだろう、きついと思いますよ。それじゃ。何せ3連戦ですもんね。あ、そっか。だからお嬢様で消耗するわけには参りません。ここは申し訳ないけどサクッと倒さなければ。そうね。本気を出しなさい。くらい痛くなかったけど。運命動き出す。ぐんぐん。はっ。でもいいじゃない。地獄のゴール。よしまあ九大戦。さあここだ。本編でもなんかの引かせたボスだったから。この子も遊びたがってるとは思いません。なん。出番よ。あーもっと激しく。しっ、さあ、行ってらっしゃい。痛すぎる。ラン、出番よ。そう、もっと激しく。実は剣の攻撃が一番痛かったりします。あれ、消えた。そうか、攻撃すれば一応消せるんだな。さあ、行ってらっしゃい。来ない？ラン、出番よ。そういうことか。いい、この子も遊びたがってるわ。いいね。やった。まさかあのまま倒せるとは思わなかった。さあ新創業様ですよ。まあ一回はね。本気を出して。ここは本気を出さないとね。あまりにも本気ですからね、お嬢様は。ここはお札をやろうにも周りが邪魔だからな。やっぱり無知じゃないとダメかな。貫け。うん、動き出す。くっそ。惜しかったけどね、動き出す。はっ。はっ。はっ。誰も止められない。大ダメージだもんね。本気を出しなさい。惜しいところまでは行くんだけどな。ああ、今回はダメかも。最初から食らっちゃうときついよね。本気を出しなさい。力が溢れる。焼き払え。誰も止められない。焼き払い。もう最後の2人になったんだけど。あれだ、焼き払い。そんな、ほんのちょっといけるかもとか思ったのにな。最後まで頑張って。敵を信じて。力が溢れる。地獄の冒険。嘘でしょう。あ、当たり取りした。毎回お金のよね。だけど自分では絶望しか感じてません。こんなの勝てるわけないか。そう、見ているとあとちょっとなのに。見ているとね。力、真空に染まれ。もう、二発で取れたか。あら、焼き払い。これで続きからはダメなんだっけ。
そうなんです。ほら、最初からになっちゃう。そっか。ステージの途中でリトライすることはできても、さっきのところからのコンティニューは無理と。ということでクリアはできませんでした。残念ね。悔しいですがここまで。ただこれで実況を終えるのもなんか悔しいので、次回は例の花火大会に、難易度を爆下げして挑戦しようかなと思ってます。そうかそれなら。そちらは下げる以上クリアを目標に頑張りますね。ということでよければお楽しみに。ノクターン。また見てもらえたら嬉しいな、ノクターン。